それじゃあ話の続きを聞かせてもらおうかしら。あなたたちが得たという世界の真理について。いいだろう。ただしこの対話の目的は学術的知識の伝達ではない。私たちのそれを君たちが理解することは不可能だろう。よって根拠と証明の過程を省略し、結論とそれを受けて私たちの社会がどうなったかのみを話す。君たちの星が集団パニックを、あの哀れなベネグスリーのように起こすことは我々にとっても望むところではない。落ち着きを失わせる時間についての発言はことを曖昧にさせてもらうことを許してほしい。あなたたちのしたいように話してくれて構わないから、本題に進んでちょうだい。原初、私たちの今いる宇宙は小さな点だった。ある瞬間にそれが弾けて広がり出したのだ。恒星の、それも一つの星の表面に張り付いている種族では理解が及ばないかもしれないが、その宇宙の広がりは未だに続いているのだよ。そしてこれが最も重要なことだ。私たちは広がり続けた先に何が起きるのかを突き止めた。星々はあまりに遠く引き離される。そうなってしまった宇宙ではもはや熱は巡らない。全ての星はいてついたまま、新たな星が誕生することもなく永遠の終わりを迎えるのだ。この結論に間違いがないか、あらゆる方面から検討をした。同時に現実的な回避方法についても星を挙げて研究したよ。それらの研究が徒労の例文として私たちの辞典に掲載されるようになるまでね。宇宙は終わりを迎えるし、それを回避することは不可能だったのだ。結末が確定した時点で私たちの発展は頭打ちになった。終わりまではまだしばらくの時間があったが、それが何の慰めになる。考えても満たない。死の誕生以来引き継がれ充実させてきた血の保管庫がやがて跡形もなく消されると分かったのだ。しかもその消失を悔やんでくれる者も、復元を試みる執念深い考古学者も永遠に現れない。宇宙ごと終わるとはそういうことだ。私たちの誇ってきた知識は一点、いかに見当違いで無意味なことを重ねてきたかを示す知れ者の象徴となった。最大の発明だった永遠の生ももはや苦痛でしかない。エーテル焼却装置を使って己を消し去る者が現れ始めた。ここにある火はそうした者たちの自制の言葉を刻んだものだ。それすらも虚しいと残さなかった者は多いがね。私とて消え去りたいのは同じだよ。それは肉体を得て死ぬという手段で実現しようというだけだ。だから
悪いことは言わない。君たちは今すぐ、指摘探求の一切を放棄すべきだ。何も知らないのが、一番幸福だよ。原始的なままでいること。それが生命の、たった一つの冴えたあり方だったのだ。まさか、その程度の話だったなんてね。悪いけれど、忠告は聞き入れられないわ。他人の出した唯一無二の答えは、私にとっての絶対じゃない。いつだって、真実は見る者次第だった。私たちの導き出した終わりが、謝っていると。あら、あなた最初に自分で言ったでしょ。イーア族の学術的知識は理解できないだろうとね。事実、今の私にはあなたたちの導き出した結末を証明することも否定することもできはしないわ。それどころか、短い一生を費やしたところでイーア族の知見には遠く及ばないかもしれない。けれどね、知ることをやめる方が幸せだなんて私は思わない。やしたら、ダメ、待って！私が得てきた答え、知ることの本質、それは羅列された情報を目に映すことではないわ。自分で納得すること。それができた時、知識は本当の意味で糧になった。感動や喜び、時には悲しみや怒りを伴って私を突き動かしてきたの。宇宙が終わる、すべてが無駄だとしても、こんな面白いこと手放せない。私は私の世界を見通し続ける。あなたたちの結論は、好奇心の一つも殺せなくてよ。やはり更新性の生命体か。私たちの忠告を正しく理解できていないようだ。ならば、先行く者として、君が理解するまで教え込もう。宇宙の真理がどれほどの絶望であるのか。あなたたち、落ち着いて聞いてちょうだい。じき私の体も消える。それを元に戻す方法について心当たりがあるの。ハイデリンの力を受けたアゼムの召喚術、魂さえ残っていれば、それで私たちを呼び戻せるかもしれない。でもだね、それでは道がまた途絶えてしまう。あえてこの話をしているのは、可能性に気づいても使わないと約束して欲しかったからよ。私たちは全員の力で勝ちに来た。だからこそ、託された時は進みなさい。ただ前へ。
所させてください。諜報活動でもなし、人が多くて困ることはないでしょう。ウリエンジェ、私はあなたほど健康な意志を持ちません。迷い後悔することも少なくない。されどこんな私でも誰かと共にあり、背中を押すことができる。それをこの旅で学んだことを信じたいのです。幸いにしてあまたの預言師を学んだ。事実を婉曲にし解釈の幅を持たせることにかけても少々自信がございます。私は願う、あなたやサンクレット、エスティニアに抗う力を、そして残る者たちに進む力を与えんと。確かに悪くないわ。ちっとも負ける気がしないもの。あら、閉じたはずの文明に明かりが灯ってしまったのね。そうよ、ここはまだ私たちの行き止まりじゃない。今にあなたにも届いてみせるんだから。私たちはあそこにいるわ。あれも星なのか。私たちはいくつもの星を渡ってきた。多くはすでに滅んでいたし、かろうじて見つけられた生命も何かしらの理由で生きることを呪っていたわ。でもね、たくさん飛んでみてわかったの。死ですら完璧な終わりではないんだって。だって命は巡るんだもの。星のうちでそれが壊れれば、もっと大きな輪の中でずっとずっと流転する。それじゃあ苦しい生がまた始まってしまうわ。本当の終わり、本当の救いはね、死ぬだけじゃなくてもう生まれてこないことよ。私たちどうにかそれを届けたかったの。すべての命に、恋しいアーテリスに。だから巣の核としてあれを作ったのよ。死した太陽、帰らない卵。あなたたちを守る思いが消えるのと、私のところへたどり着くの、どちらが早いかしら。